ミシェラン、すげえミシェランのホットドッグやと思ったらちゃいますよ、ミョンナンミシェランかなと思ったらミョンナンです。一番好きなチョコレートが置いてました。ちょっと悪い、はい、これ一番好きなんですえ、これめっちゃ美味しいないですか。ジャイアントカップします、ジャイアントプリコ、これ一番好きなんですよ。78円安いですね。いや大丈夫です、食べやる、いや、ここポロポロこぼれるんで、ジャイアントプリコ、あれサンドイッチ屋があるんですか。それいいっすね、うまいっすね、細い道やな。え、どこですか。サンドイッチ、ここです、ここです。あー、3時までクローズ閉まっとるんか。これ美味しいんですか。なんてお店やろ。これか、サンドイッチクラブ。皆さん、ここおすすめらしいんで、また食べてください。僕のラーメン屋が欲しい。すげえ、ここ何なんですか。マレーシアラーメン。え、マレーシアラーメンめっちゃいいじゃないですか。朝5時から朝5時から開いてるマレーシアラーメン。あー、うまそう、うまそう。ここも閉まってんすか。3時まで皆さん、ここも欲しいんで、いいでしょ、あれば閉まってるところばっかり行く、開いてるとこないかな。ホームとヒロトみたいな、はい、孤独のグルメの松重さん、はい、でもバイトしてたので、はい、すごいです。それまだ続いてるんですか。まだいます。すごいですね。これ何ですか。これも古着屋、あの上のあの白いやつ、かわいい、抜くそう、かわいいな。買ってみようかな、あんな高いんかな。うわぁ、めっちゃおしゃれやな。古着のね、やっぱパーカーとかいいんですよ、味が出て。仕事に行ってもいいんですから、これ一番ゆっくりだったから。これ何なんですか。はい、舞台、はい、うわ、マルシェ下北沢、舞台俳優の俺たちは気になるとこですね。有名な舞台、こんだけ人出てめっちゃすごいですね。お、同じ舞台俳優としてちょっとこう負け取られへん。いやー、それにしても寒いわ。これあれじゃないですか、たらたら田中さんと大塚さんが懐かしい街歩くのに、懐かしい街歩くのについていく僕らじゃないですか。
騙されたな、これは。あ、じゃあ、これ有名な。有名なんです。行ってみます？行ってみましょうか。じゃあ、せっかくだから。どういう味なんすか？何やかなんすか？これいただいていいですか？いただいておきます。いや、この味のイメージが全くない。え、普通にうまい普通のチャーハンですよ。なんで赤いですか？赤い味。いや、だからえ、赤の意味がわかんないです。生姜の味とか。いや、生姜の味もしないですけどね。え、なんで赤いの？え、普通にうまいチャーハンですね。え、これ正解なんですか？マジで正解なんなんすか？正解なんなんすか？めっちゃ正義なかった。あ、こっちだ。熱とかなんか赤くちゃくちゃくチャーシューに習ったのが赤いチャーシュー。これいただきます。すごいな、これボリューミーな。はい、違うと思う。はい、オレンジジュース。はい、うまい。はい、コライザーとワイン01。めちゃくちゃうまいっす。餃子めちゃくちゃうまいっす。ニンニクと、ニンニクの量とニラの量がもうバッツルっす。うまい。めっちゃ、しかも具の中多いし。昔ながらの茶、中華料理って感じですか？うまい。酢派ですか？酢に塩タレ。あ、いただきます。ドライも。いや、多分こんなみんな酢入れるでしょ？入れないですか？僕ら酢に、はい、酢に塩コショウだけです。え、あ、はいはいはい、マジですか？これじゃあこっちですか？そうです。え、そんなこと初めて聞きました。めっちゃうまいですよ。絶対これになります。田中ダメ、田中ダメ。酢と塩コショウ。うまい。塩コショウがうまい。うまい。うわ、確かに。あー、こっちの方がうまいかも。これつくと餃子の味じゃなくてタレの味になっちゃう。あー、確かにそうですね。うまい。皆さん、酢と塩コショウ。どうでした？いや、美味しかったですね。チャーハン当たってどんな味かなと思ったら普通の美味しいチャーハンでした。あと餃子めちゃくちゃ美味しかったですね。ボリューミーでジューシーでニラとニンニクがめちゃ良かったです。皆さん、下北来たらここ民邸、おすすめです。ぜひ来てください。ございました。トンビル定食天文って面白い。初めて来た。うわー、すげえなー。どっか古着屋とか入るやつ入ってますか？いや、大丈夫って入ったら買ってまうんでね。いやいやいや、もう買ったら持って帰るの面倒くさいね。西海岸アメリカから取り寄せた古着屋。なんかこうちょっとあります。でも引けてるとこはもうちょっとこじんまりする。
ません？これは。これ買います。急に見て、急にこれ買います。いくらですか、それ。安いです。全然今日マジで。全然切れるもん。座ってます、じゃあこっち。もういいっすか。はい。これ買います。買いますって、もう来てますよ。はい。もうこれ着て帰ります。このボロボロ感がまたいいわ。いいっすよね。いや、いいです。ちょっと見てください、この古着感があって。これでもね、嫁には内緒なんですよ。ボロボロの買ってきたら怒られるな。はい、これは怒りますね。古着は分からんやつは分からんすからね。長谷川さん、あの、これグリズリー大阪の店です。あ、そうですか。大阪にもあるんですか。大阪に10店舗以上もある。え、下北沢の店じゃなくてね。そう、最近こっちに。あ、最近本当ですか。最近こっちに。なるほど。いや、でもいいんですよ。それは出会いでかい。下北沢の古着は出会いなんですよ。そこにしかないんでね。同じものは。じゃあ、同じです。すごい意外でびっくりしてます。ああ、ご邪魔さん、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、行きます。はい、これは嫁に見つかった危ないですね。いい街ですね。ただね、大阪にあるって。どうせやったら下北沢にしかないって。関西最大級の商品しか見てなかった。まあでもいいですよ、これ気に入ったからね。皆さんもいい人やったし。これ破れてるから多分安いです。なんとか今度塗ったらいいんですか。可愛いよな、これ絶対。これ嫁に使ったわ、これ。おじいちゃんかな。東京の犬めちゃくちゃおしゃれ。東京の犬って、下北沢の犬ってこんなおしゃれなんですか。犬までおしゃれなの。ここね、松田優作さんとかがよく来られてたっていう伝説の小話。入り口からすごいですもん。マザーというすぐ行かなあかんすよね。出ないといけなくて。はい、乗りましょう。さっきこれ触れて買ってきたんですよ、下北沢まで。ちょっと下北沢の、ま、だこれ関西の店やったんです。あ、本当ですか。古着屋さん。はい、ちょっとマスクだけ、あとこっちの時だけ。行きます。はい、はい、ありがとうございます。最高、いってらっしゃい。気に入った、これ。汚れてるのだけは。お疲れです。ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。まあ、ボクシングは残酷なスポーツやから、いい時もあれば悪い時もあるし。面白いサウナ。快楽の扉開けていいですか。いやー、いい。だいぶ来ましたね。チャンネル登録。よろしくお願いします。気持ちいいのもあるんですけど、女子の声が気になるんですよ。